この辺りか。何か証拠があるはずだ。中山さんが一幕中に席にいなかったっていう証拠が。映画館や劇場でよく見かける座席だ。特に何もないか。大体あの人が座っていた位置がわからなきゃ探しようがねえもんな。大体やっぱり証拠になるようなもんは何もねえな。大体3階席だけあって下の階と比べると天井の位置は低いな。天井には何か特定できるもんでも落ちてればいいんだけど。大体天井には証拠になるようなものは何もねえみてえだな。大体この辺りか。何か証拠があるはずだ。中山さんが一幕中に席にいなかったっていう証拠が。コナン君、もうどこ行ってたのよ。あ、蘭姉ちゃん、どうしたの？コナン君。え、あ、なんでもないよ。なんか怪しい素振りね。お芝居もこんなことになっちゃったし、今日はもう帰ろうよ、コナン君。やっぱりこの子がいるといっつも事件とか事故に巻き込まれるわよね。おめえだって似たようなもんじゃねえか。ところでコナン君、こんなとこで何してるの？えっとまずいぞ。証拠を探してるなんて言えるわけねえしな。高木刑事から何か頼まれたってことにするか。あのね、高木刑事に頼まれて探し物をしているんだ。そうなの？それって事件に関係あることなのかしら。高木刑事に頼まれたってことはそうなんでしょ。で、一体何を探してるの？この辺に何かあるはずだからって。何よそれ、ずいぶん抽象的ね。でもその子に任せれば大丈夫よね。余計に不安だ。そうね。そういえばあそこは私たちがお芝居を見ていた席ね。そうね、確かあそこに座って見てたのよね。せっかくいいお芝居を見てたのに携帯の電源を切ってないなんてマナーがなってないわよね。その子？この辺りだったわよね。携帯の着信音鳴った場所って。そうだ、あの時一瞬だけ携帯の着信音が鳴ったんだ。
でも一瞬で着信音を切るには手に持っていなきゃできないはずだ。手に持っていたのならなんで電源を切っておかなかったんだろう。この一瞬の着信音、何か引っかかるな。もう立花さんがこんなことになるなんてショックよね。その子姉ちゃん何見てるの？え、これ？うん、開演前に買ったパンフレットの中に入ってたチラシよ。その子姉ちゃん、ちょっとそれ見せてよ。もう何なのよ一体。パンフレットに挟まっていた演劇のチラシだ。主演や脇役の紹介とお芝居のあらすじが載っている。タイトルと主演の顔写真、役名などが書かれている。でも手がかりになるようなものはねえな。タイトルと主演の顔写真でも騎士役が中山さんになってる。そうか、このチラシ役者が変わる前に刷られたものなんだ。紹介文のところに演技力に定評があると書いてある。でもこれはもう分かっていることだ。他に手がかりになるようなものは見当たらねえな。騎士役が中山さんになってる。そうか、紹介でもこれは他に手がかりになるような。こっちにはお芝居のあらすじや脇役の名前と顔写真が載っている。でも手がかりになるようなものはねえな。こっちにはでもこっちにはでも手がん？何かの広告スペースがあるぞ。 DVD 版発売予定の広告だ。どうやらこの芝居を撮って発売するみてえだな。ということはどっかでこの芝居を撮影していたっていうことか。舞台を撮影するなら普通は後ろの方からズームアップして撮影するよな。それにこれぐらい大きな劇場だと専用の部屋があってもおかしくはない。となると専用の部屋の場所は関係者に聞いた方が早いな。あ、僕ちょっと用事を思い出したから。それじゃあ。あ、コナン君、どうしたのかしら。慌ただしいわね、あの子は。中山さんだ。この人に撮影場所のことを聞くのはさすがにまずいな。他の人に当たろう。主役だった立花さんの楽屋だ。立花さんはここで殺されていた。今はここをし
有沢さんがいる。この人に撮影場所を聞いてみるか。お姉さん、ちょっと聞きたいことがあるんだけどいい？どうしたの？あのね、お芝居を撮影する場所ってどこにあるか知ってる？撮影場所？私そこはちょっとわからないの。ごめんなさいね。スタッフさんだったら知ってるかもしれないわね。そっか、ありがとうお姉さん。幕が閉まってる。さっきまで開いていたはずだけど、なんで一度開けた幕をわざわざ下ろすようなことをしてんだ？スタッフさんがいる。この人に撮影場所を聞いてみるか。お兄さん、ちょっと聞きたいことがあるんだけどいい？ん？なんだい坊や。あのね、お芝居を撮影する場所ってどこにあるか知ってる？撮影場所って言ってもいろんな場所で撮影してるからな。舞台全体が映ってる場所なんだけど。ああ、それなら舞台正面の2階客席に専用ルームがあって、そこで撮影してるやつがいいかな。それってどうやって行けるの？正面客席に入る二重扉のあるところ、前室って言うんだけど、そこに専用の扉があって行けるんだ。でもそんなこと聞いてどうするの？捜査の役に立つかもしれないからって刑事さんに頼まれたんだ。何か映ってるかもしれないし。ふん、じゃあ案内してあげるよ。ありがとうお兄さん。まったく、せっかくの公演がこんなことになるなんて夢にも思わなかったよ。確かバックアップのテープがあるはずなんだけど。ああ、これだこれだ。坊や、バックアップのテープだけでいいのかい？できれば再生できる機材も欲しいんだけど、そういうのってあるかな？じゃあこのポータブル機も貸してあげるよ。一人で持っていけるかい？うん、ありがとうお兄さん。これでテープに何か映っていれば証拠として使えるぜ。よし、見てみるか。婚約者が見てらんねえよ。一瞬の着信音の後、騎士は剣を折ってしまった。そして中山さんのヤジ。
待てよ。着信音とアクシデントとヤジ、この3つに何か意味があるとしたら。坊や、何か映ってたかい？ねえお兄さん、この表示されている数字ってタイムコードって言うんだよね。そうだよ、よく知ってるね。タイムコードってのは時間的にかなり正確なんだ。坊や、知っていたかい？へえ、そうなんだ。でもまあ、製品になるときは表示されないけどね。携帯の着信音からヤジが飛ぶまでちょうど1分だ。妙だな、偶然にしちゃこの1分かなり正確すぎる。もしかしたら携帯の着信音はヤジが飛ぶ時の合図なのか。そろそろいいかな、僕は仕事があるんで戻らなきゃいけないから。あ、ごめんなさい。だんだん読めてきたぜ。全ては計算の上で仕組まれたことだったんだ。だとしたらあれは重要な証拠になる。あの人が処分する前に何とか調べねえとなんねえな。よし、これで事件解決に一歩近づいたぜ。